これはね、その、まあ、難民という、国境を越えてね、こう難民化した人たちが、まあ、バングラデシュに逃れてるんですけども、このロヒンギャという問題はもうなんか非常にもうその複雑で、この人たちはですね、もう大半が国籍を持ってないんですよ。ミャンマー政府からもう国籍をまあ剥奪されて、そこで国境を越えて難民になるということはどういうことなのかなっていう、つまりですね、レフュージー、まあ、難民はレフュージーと言いますが、レフュージーであることとステートレスっていうんですね、そういう国籍に限らずですね、いろんな市民権とか本来その人が、人権として持っているべきものを、まあ、剥奪されているようなステートレスの状態っていうのが、レフュージーとステートレスっていうのがもう一緒くたになって起こってる。でこういう人たちを保護するのは国際社会のある種の責任でもあるんですけども、で難民を難民として受け入れるその認定の手続きもおそらく複雑、ものすごい複雑ね。なんか多分これ多分すいません、このロヒンギャのミャンマーとかだとかバングラデシュだけじゃなくて、世界中でやっぱりこういう難民キャンプがあると絶対に起こることなんですけど、やっぱりそうですね、ウガンダでももちろんそうでしょうし ね、コンゴとかでもそうなんですけど、これはもう何て言うんですか、今の現代で起こっている問題のもうその革新的な問題の一つだと思うんですよね。つまり移動を強いられるっていう、まあ英語ではディスプレイスと言いますけども、まさにそのディスプレイスとされた人たちが、国境を越えようが国境を越えなかろうが、その困難に直面している人たちを難民として捉えようっていう世の中こうなってきてるのに、実際はその欧州もアメリカもそういう人たちに対して壁を作ったり、あるいは入ってくるのを制限するっていうことが起こってる。まあ、残念ながら日本ではそれを議論することも遠ざけてるような、そうですね、その前の段階ですね、前の段階ですけれども、世界では今このディスプレイスメントっていうのが、まあ一つのその今の深い根深い問題を理解するキーワードじゃないかなと思っています。そうですね、この写真すごい最初に見たときにとても目を奪われたって言いました。私はこのさっき写真展実際に行って撮る見たんですけど、すごく象徴的なんかそのイスラム教のちょうど去年ですかね、1年ほど前にボコハラムの活動の中心地であるボルノ州で旗で活動をしてたんですけども、向こうの女性は大体これはブルカでしたっけ、このスカーフで顔を覆ってこんな感じなんですけど、もちろん目は本来だったら出てるんですよね。顔は全体は出て、髪の毛だけ覆って、まあ、体も、このスカーフで覆われてはいるんですけど、でもこの写真の場合は目が隠れている。でとても暗い、でも若そうな女性が写ってて、これは何をどんな写真、説明読む前は一体どんな写真なのかっていうのがすごく私は思って、で読んでからそうだったんだなっていうのがあったんですけど、実際に私が活動していた1年ほど前にも自爆テロはやっぱり何度も起こっていて、ボコハラムの活動ももうすいません、実際の正確な年数はちょっとすいません覚えてないんですけれども、だいぶそれなりに長く活動、ボコハラムもちょっと活動していて、でその中でも最近というか私がちょうど行った頃から、自爆テロに使うというか、人間が自爆テロにするのに男性じゃなくて女性と子供を使ってるんですよね。でなぜかっていうと、女性と子供だと人の警戒心がもちろんとても低くなるというか、なので人混みの中に入ってきやすい。そして特に女性はこのようにスカーフで全身を覆っているので、中で爆発物を身につけてたとしてもわからないですよね、外パッて見た時に。なので簡単に人混みの中に入って爆発させることができる。もう一つは真正面から全部撮ってましたね。ちょっとこう斜めからとか後ろ背中を撮るんじゃなくて、正面から撮るっていうのも僕も何度も経験ありますけれども、カメラマンがその正面からもう本当に日の丸の構図のように撮るっていうのはあまり絵的には面白くないんですよね。でもこれをあえてやるっていうのは、写真家がその真正面から向き合うというその精神性が何か覚悟みたいなもの、あるいはそれの相手のその覚悟に対しての向き合うことの覚悟みたいな、そういう二重性みたいなものも同時に感じました。
すいません、あとすいません、ちょっと補足なんですけど、多分この少女たちは自爆テロをから逃げただけではなくて、おそらくあの覚えてらっしゃる方もいるかと思うんですけど、何年か前にナイジェリアのちょうどボルノ州で少女が何百人も誘拐されて、でボコハラムに誘拐されて、でそう1年くらいすごい事件でしたよね、すごい事件になった、ね、世界に、ね、衝撃を与えた、はい、でその誘拐された少女たちが何をされてたかっていうのは、まあ、ほぼおそらく例外なくレイプをされていたり、強制的に、まあ、ボコハラムの人だ、と結婚させられたりとか、おそらくその自爆テロをすり抜けただけではない、たくさんのものが背景にあると思います。ですね、僕はまあ写真家としてここ行きましたが、実はですね、最初はもう本当に国境なき師団になりたかったというか、写真家に20代の時は国境なき師団の仕事を何とかさせていただいて、こう写真を撮ってることにすごいこう苦しかったんですね。こういやましいというか、後ろめたいというか、こうなんか本当にテイクするだけで、それをこう何かこうあたかも見てきたかのような、あるいは知ったかのような、こう語ることのこうなんか苦しさみたいなものがずっとあって、それよりももう少し、例えば菊池さんのように直接何かしらの役に立つことができないかっていうことで、ずっと悶々としながら仕事をしてたんですよね。なのでこの前ね、ちょっと打ち合わせで菊池さんとお会いした時に、まあこのね3年ぐらいで7回も行かれてるっていうのはものすごいことモチベーションっていうかことだと思うんですけども、まあ、生きてこうやって帰られてね、また明日からまあ行くというね、もしかしたら僕の人生にもそういう生き方があったのかもしれないと思うようなね、生き方をされてる。でそういうのはやっぱりこういう現場で会う医師とか 医者だけじゃない、ロジスティシャンとかいろんな仕事がありますが、まあ、そういう人たちとの影響で、そこから僕は写真家としての何かこうスピリットみたいなものを、まあ、徐々に、得て学んで写真を続けていこうってなるんですけども、この時はまだ迷ってました。なるほど。私は小学生の時にルワンダの大虐殺がをニュースで見て、でそれも本当に写真とか報道だったり、そういうところから私もきっかけになって、こういう活動をしてみたいと思ったのがきっかけですね。でも、まあ、その後別にずっとそれだけをやって思い続けていたわけじゃないんですけど、まあ、でもそれがきっかけになってますね。なのでこういうなんかさっき渋谷さんはなんかその写真を撮るだけとおっしゃってたんですけど、先ほど の最初のトーク の前の回の時に役割分担という言葉をちょっと伺ったんですけど、 まさにその通りだなと思っていて、実際に自分が現地に行った時にもう何かを伝えられるほどの余裕はないなっていうのが正直なところで、よく帰国した時に写真はないですかとかって広報の方から言われるんですけど、ほとんど私写真を撮ったことがなくて、全然本当に、なのでそういうところを本当にプロの方が入ってきちんと、まあ、例えばこういった写真だったりとか他のいろんな写真を撮っていただいて、そしてまたなんか広い世界に向けて発信してもらえるっていうのはまた本当に役割が違うと思います、うんうん、はい、はい、その時その医師がね僕にあなたちょっと疲れてるのよっていうわけですね。こういろんなものを見すぎてね疲れてるのよと。でコンパッションファティーグっていうのよって知ってるって言うんですよね。でコンパッションファティーグ、まあファティーグは疲労とか疲れ、コンパッションというのは、まあ、聞いたことありますけど、まあ、そういう同情とか共感とかそういうものかなって、でもまあよくわからない。でもつまりですね、それはなんかこう苦しんでる人たちに対してこう感情移入をしすぎてちょっとこう自分がもうなんかバランス失ってるような状態、うん、でなんかそれを指摘されたんですよね。でもその医者の人たちもやっぱりそれに、医者だけじゃなくてね、こう看護師の人たちもそのコンパッションってものをこう維持するためにね、すごく多分悩んでるはずなんですよね。人間をこういうふうに苦しめてもいけないし、苦しませるような状況を放置してもいけないんだけれども、でもそれを止めれるのは実は国境なき師団の仕事じゃないんですよね。そのジレンマっていうのが多分 MSF の人たちにもあって、でそのお医者さんがさらに言ってたのは、それはね、結局そういう飢餓をなくそうと思ったら戦争を止めるしかないと。でもそれは MSF の人たちはできないと。
じゃあ誰の仕事なのっていうと政治家とかジャーナリストの仕事っていうわけですよね。でそれをそう考えるとこう医療とそのジャーナリズムっていうのはもうまさにその舘さんが先ほど、ね、冒頭でおっしゃられたように、まあ、車の両輪みたいなもんだと彼女は言ったわけです。車の両輪っていうのはやっぱりどちら車輪が、ね、かけても前に進めないと、それによって車が前に進んでいくと、あなたはその車輪の、ね、こう一部なんだからみたいな、うん、それはもうまさに MSF の行動原理というかポリシーを表している言葉だと、ね、思いました。